町田くんってどういう人？人のことばっか考えてるっつうか。ありがとう、町田くんありがとう。一部でキリストって呼ばれてるみたいだよ。人が好き。なんでサボってたの？人が嫌いなの。好きって何ですかね。昔から女子に男として向き合ってもらったことないんだ。井ノ原さん、本当に人が嫌いなの？井ノ原さん、一緒に帰ろ。やばい青春しようぜ。全人類を自分の家族だと思ってる。井ノ原さん、私町田先輩に告白します。好きにしてる。好きってどういうこと？なんでそんなこともわかんないのよ。これが恋愛ドラマならもう孫がいる。恋愛ドラマ？孫？好きなら追いかけるの当たり前だろ。そういうの誰に教わったの？メンズの。俺なんかにちゃんと向き合ってくれた人今までいなかったから。どうすればいい？わからない。わかりません。わからないのがこいってやつか。